お名前は滝沢奈々恵と申します。自分の人生だし、いろんな方が心を閉ざさずにスポーツを楽しんでいくっていう日本になってくれたら嬉しいなと思います。朝日健太郎と申します。世の中の理解とやっぱり我々の社会の制度という部分のまだミスマッチが起こってるなというのが重なり合うように、アライアスリートとしてもどんだけでも汗をかいてやろうと。小日向邦子です。私にとってはスポーツがその自分らしく生きる一つのスタイル。千田健太です。今まで LGBT の人から打ち明けられたことは、一度もないんですけど、そういうふうに打ち明けられても特に、変わることはないですね。名前は伊藤花恵と申します。まだまだ課題もあるかと思いますけども、支えたいと思っている人、そしてカミングアウト大歓迎の人たくさんいると思いますので応援してます。上原大輔と申します。自分ができることと人ができることが違うように、その違いをお互いに認め合うことが最終的にとてもいいチームになっていくと思うんですね。下山田志保です。高校時代からなんとなく男性は好きではないなというふうに思っていて、自分と同じようにセクシャリティがストレートではないサッカーのチームメイトと出会うことで、あ、自分もこうでいいんだなというふうに思って、今は見えていないだけで身の回りには同じようなセクシャリティの仲間が絶対にいると思うし、今すごい苦しい人も一緒にちょっと一歩踏み出してオープンにスポーツを楽しめるような環境になれたらすごい嬉しいなというふうに思います。野沢武史と言います。誰かがその打ち上げた時に、おいいじゃんって言ってくれる人が一人いると、その人が多分生涯の友になってくる。有森裕子です。社会には多くのいろんな人たちが一緒に共に生きてます。ぜひ多くの人つながって楽しいことを生み出せる、そんな社会になることを願ってます。